なんだか体が。そいつはな、クソ寒いって言うんだ。参ったぜ。寒さはあんま得意じゃねえ。モンタリオの冬山は厳しい。このリッチでは初雪を過ぎたら麓に下るのは難しいだろうな。なんだってこんな場所に。私もよく知らないわ。ただこの山にドラゴンがいるからなんて噂を聞いたことがある。ドラゴン、つまり竜神様のような。竜神様がマグラになって槍に吸収されるのを見たでしょう。ドラゴンは見た目は怪物でも生物とは違う。失われた世界を今に伝える証人。その研究のためにこの場所にしたって話を。まあ全部もう核の話だけど。レラはなぜ聖教に。自分の居場所をめちゃくちゃにされて、普通なら憎んでもおかしくない。そこはきっと私と同じだな。家の呪いとでも言うべきか。実家のシグナスケは聖教の養殖を代々出してるすごい家なのよ。姉さんはそこの長女。聖教を拒絶する生き方なんで。そういう定めを彼女はどう思っていた。誇っていたのか。頼まれれば殺しまで受けてしまうほどに。そんなわけ。聞いてみました。これはこんな距離からもうマグラの気配。今までにない強い乱れを感じます。いよいよ近づいてきたみたいだな。王立魔法学院跡地、今や佇まいとも呼べぬ残骸を晒すばかりの有様が山麓に開けた平原に降り立てばきっと聖女レラが待って。あれが魔法学院跡地か。待っていたわ。要件は言うまでもないな。殿下を救うためその命。姉さん、せめて教えて。なんで襲撃なんかに手を貸したの。私の信じてた姉さんは嘘だったの。あなたらしい思い上がりだわ、ジュナ。所詮あなたはシグナスの娘じゃない。上流貴族のシグナス家が社会貢献を印象付けるためだけに気まぐれに拾ってきたただのみなしご。そんなあなたが長女の私と通じ合えてた。そう、分かったわ、レラ。そうね、私が間違ってた。このジュアニ・シグナス、一秒だって人生を他人に預けたりしない。私は信じる。私が今信じているあなたをね。姉さんがフォーデンに頼まれたくらいで誰かを暗殺？ありえない！
何を言うかと思えば、フォーデンは死んでいて、呪いは解けていない。それが全て。違う？隊長さん、何か事情があったんじゃないのか。俺も正直信じがたい。王族殺しなど死を覚悟しての行動だ。12の子供だぞ。命より大事な事情など。命より大事。そうか、ジュナさんか。は？私のため？どういう妄想を。姉さん、そんな、私を守るため、そんなことって。そうだとしても、なら、どうして私たちをわざわざ招いたのです？顔石を見ると、あなたは今第二位です。大教主の死で散ってしまうと思われた信徒の指示をあなたは引き継いだ。もうルイとの決戦にだけ備えて身を隠していれば、他の誰も、私たちだって手が出せなかったはず。なのに、なぜここへ招いたかですって。あなたたちに問うためよ、大切なこと。ルイを退けた者は王座を得るでしょう。でもあなたたちは、残された聖教信徒、ルイの世界では死ぬべき弱い人々を救えるの。噂ゆえに好かれず、行き場を失って信仰に至る人たち、それを自由の名のもとに突き放すつもりなら、そんなのはルイと同じよ。受け止めるつもりです。まあ、言葉だけならどうとでも言えるわね。王となるなら、愚かで好まれざる者たちをも救う力と覚悟がいる。あなたが何者だろうと、それを確かめずに死ぬ気はないわ。この気配、もしかしてそれは。そう、滅亡戦争に使われ、この地に封じられていた神器。あなたの島の槍と同じ、ドラゴンを滑る武具。ドラゴンが強大なのは、人が根源的に抱く御せぬ自然への恐怖、不安そのものの具現化だからよ。正しき王なら超えてみせなさい。Now, Lace Town. I will face a hero. それをなす覚悟と力を見せてもらうわ、姉さん。いいぜ、あんたは文字通り命をかけてんだ。答えるのが仁義ってもんだ。さあ、峡谷のソグネ、滅亡戦争を招いたる五色の竜の一柱、その猛威を再びここに。戦うしかない。ここに。Pô, gordão abriu live na hora que eu abri live, mano. Pô, quando eu vi, não fui, tava fazendo live. Fala, Gligla. É o Gligla. Gligla.見せてやれ。引き止め。多分これが女王の魂よ。私に力を。この力では強すぎる。ダパホバダパホバ。交代する。任された。無断。忍者。もらっていくぞ。ドラゴンを甘く見ないとダメ。
冷たい。トロールが凍傷に。攻撃力が大きく下がってる。行くぞ。落ち準備万端だ。これじゃダークナイト。悪はただ。止まってるよ。注意して。やれやれ。侍。考えさせてくれ。任せた。な。サマナ。He's bossed。の力を示す。サマナ。召喚。オンに切る。ユーバー。マイル。もっとうまい手があるな。違うな。任せた。俺の出番だ。弱き者を守る力。加減はしない。行け。これなら。バ。バグでいかな、menina。Isso. Esqueci.兄貴なら楽しくなってきたぜ。任せたよ。ぶっ飛ばす。試させてもらう。はしない。その力。他のやり方は。ダークナイト。イカズチを。敵が無効化された。ドラゴンを甘く見ないで。Para de usar isso. Vai ficar tancando, se vai ficar tancando, vai morrer. De qualquer jeito, vai morrer. Yare, yare. Como te calar? E coze. Sasuma, você não quer ir tatar e não é ter uma, né? Nara, só no bunha. Como o inoti de oguinar uma de eu. Nessa! Sogne, você não se meteu, morte e que não sai.相手をよ前に出る。マイオタル、ダークナイト。弱点のこの特性を狙いましょう。結構ドイだ。我が正義にかけて。我が正義のかけて。今すぐこののために力を捨て果てない。とどろく。
ドイツから武器なんたらの魂様よ、派手に行こうじゃねえか。力を合わせて。後のことは知らねえ。おへす。の精神とこの力で貫け。ソウルが凍傷に。手加減は何だ。大きく下がってる。違うんじゃないか。寒いな。やるぜ。ちょっと待ってよ。守るぜ。ケラ、間合いを取る。ダークナイト、ちょっと前へ。王者の魂をここに。いけ。強い。解ける力見せてもらったわ。レラ、殿下のためなすべきことをさせてもらう。すまないが依存はないな。私が魔法をかけた信徒たちのことなら心配いらないわ。あれは支配の術じゃない。本当に正気に戻っている頃よ。その命もらい受ける。もう少し事情を聞いてからにしよう。姉さん、ちゃんと話して。あの日会ったこと全部。12歳だったのよ。冷静に人なんか殺せるはずない。混乱して無我夢中で呪いをかけて
気づいたらこういう術になっていたの。ジュナ、あなたよく夢を語ってくれたわね。この国のすべての人に歌を届ける歌手になりたいって。自分は歌で運命を変えてきた。ニディアの自分にとって歌だけが偽りのないものだって。シグナスの家に生まれた私にはそんなあなたがとても眩しく見えた。あなたに夢を見たの。やめて今そんな話。私姉さんに何も。あなたは自由の象徴だった。失いたくなかった。だからあの日私は。王子殿下を殺害。そんなこと起きは確かですか。シグナスの一族が長年高官に取り立てられているわけはお前も知っていよう。この類の仕事は一族の皆がしてきたこと。お前の父親の。しかし、王族を手にかけるなど、そんな大それたこと。王が連れてきた汚らわしい烙印。このままでは。エルダの血を引くあやつを次の王と仰ぐことになるのだぞ。おまけに近頃別の厄介者まで首をもたげ始めた。ルイとかいう聖教にまるで敬意を持たぬ青二歳が急激に名を上げ、今や将軍に押す声すら出始める始末だ。この上は烙印の子を打ち、その咎をルイに着せることで双方をまとめて退けるほかない。だがルイの仕業に見せかけるには魔力に長け、かつ少年のルイに背格好の近いものが必要なのだ。賢いお前ならわかるであろう。王の心は弱り、もはや連合王国を束ねる覇気はない。あの様子では遠からず玉座を手放すことになろう。国が乱れかねん今こそ聖教の意向が必要だ。聖教を崇めぬ者など排除しなければ国の形が持たぬ。ですが王子殿下には何の罪も。こんな非道許されるはずが。お前には血のつながらぬ妹がいたな。器量よしでなかなかの美声の持ち主ではないか。ジュナに何を。レラよ、お前もいずれは一族を継ぐ定め。身内に余計な矜持など起こしたくはあるまい。それとも今宵の花火を生涯悔いて生きていくか。ん、シグナスは汚れた名家、両親は権威にへつらい。魔法の腕前でしか人の価値を測ろうとしない。ずっと失望の中で生きてきたわ。そんな中に現れたあなたは私の生きる希望。本当に命よりも大切な存在だった。姉さん、あなたを守りたかったの。結局こんな守り方しかできなかったけど。なるほど。聖女レラ、あなたに感じていた騎士感、独特なマグラを持つわけがようやくわかりました。あなたは昔の私と同じ死ぬつもりで生きてきた人。あなたたちがルイの設計図を持って現れたときは心臓が止まるほど驚いた。いつか誰かが聞きに来るかもと考えてはいたけど、まさかそれがジュナだなんて。運命がついに報いを運んできたんだと思ったわ。
だからあれ以来あなたにずっと注目してた。失われた秘宝アーキタイプを持つ候補の活躍に、あなたなら私が望む力を持った存在になれるかもしれない。それをこの目で見極めたいと思ったから。あなたが望む力。ルイはあなたが思っている以上に危険だわ。あの男の望みが単に王になることだとは私にはどうしても思えない。殿下襲撃の後、疑いがかかったルイを調べるために一度だけ直に手に触れてマグラの流れを深く読んだことがある。忘れもしない。異常なほどの迷いのなさ。魔力が見えたというより全く揺らぎのない鮮明な絵が頭に流れ込んでくるみたいだったわ。国中にあふれる人間、正気を保てず逃げ惑う人々、あれがおそらくあの男の望む世界。お城や玉座なんて少しも出てこなかった。人間であふれかえる世界、どういうことだ。奴はむしろ人間を討伐して回っているはず。詳しくはわからない。でもルイは10年前から一切変わりなく同じマグラをまとい続けているわ。王になればきっと現実になる。そういうことか。王子を救うために自分がたやすく死ねばもう誰もルイを止められないかもしれない。だからドラゴンまで呼び出して試したんだな。俺たちが世界を、弱い者たちの国を守れるのかどうか。あなたたちは十分に力を示した。これで願いを託せる。もう思い残すことはなくなったわ、姉さん。じゃあ最後の仕上げに、真実を知るべき人たちに事の全てを打ち明けるとしましょう。どうするの？アルタベリーに集う大勢の信徒に私の言葉を届けます。そのための下準備を演説した時に済ませました。演説に混ぜていたあの魔法、信徒の意識を自分と同調させるようなことをした本当の理由はこのため？あとはこの神器の力で魔法を少し強めてやればアルタベリーまで言葉が届くでしょう。信徒の皆さん、聞こえますか？なんだ、頭に声が。声？俺には何も聞こえないが。驚かせるようなことをしてごめんなさい。私はレラ・シグナス。魔法で信徒の皆さんの心に直接語りかけています。聖女レラ様か。まさか町中の信徒に聞こえてるのか。たまげた、なんて魔法だ。王子であると名乗った少年の候補、私は彼の真実を確かめるためあえて戦いに臨みました。そして今確信を得ました。信徒の皆さん、彼こそは孫うことなき真の王子殿下であらせられます。今こそ皆さんに明かさねばなりません。かつて亡くなったはずの殿下、その襲撃についての真相を。殿下の暗殺を企んだのは噂の通り大教主ポーデンです。聖教の力を高め王の座を奪うための蛮行でした。
私がそう言い切れるのは、私こそがその資格、天下を呪った魔術師だからです。しかし幸い殿下は秘密裏にお城を逃れ、長年の呪いに耐えて今もここに存命しておられます。本当にフォーデン様が死亡者だったの？何を信じたらいいの？ああ神よ、信徒たちよ、こんなものまやかしだ、耳を貸すな。くそレラメ、こんなやり方で暴露されては止めようがないではないか。フォーデンはすでに行いの報いを受けました。そして私がもう皆さんの前に現れることはありません。罪の倉庫となり下がり、長年国にあだなした代償として、大人とフォーデンと同じ場所に向かうでしょう。ですが信徒の皆さん、不安に怯える必要はありません。王子殿下とお手合わせしたことで私は確信しました。殿下ならば我々迷える弱き者たちを力強く認めと守るためにルイと戦ってくださるでしょう。信徒の皆さんが信じれば、正しき王のもとで暮らせる国となるでしょう。最初からクソ、俺ものんきにただの工事人やってられねえな。私が信じた聖教とは何だったんだ。これからは何を頼りに、何を頼りにか。聖教を守っていたつもりが支えを失った途端動けんと、私もレラの言う弱き者か。ようやく私の役目も終わる。ジェナ、ごめんね。守ったつもりだったのに、結局一番辛い思いをさせちゃうわね。姉さん、ねえ、教えてよ。私どうしたらいい？バジリオ、教えてよ。どうしたらいいの？ジュナさん、信徒たちもきっと悲しむでしょうね。聖女様がいるって安心したばっかりなのに、こんな、こんな。本当はあまりあなたに見せたくなかったけど、ジュナ、ご覧なさい。私の命は呪いに蝕まれていて残りわずか。この後に及んで殺してもらおうなんて虫が良すぎたわね。ジュナのこと、この国のこと頼むわね。一秒だって人生を他人に任せない。私もそんな風に生きてみたかった。これからも私の憧れたあなたでいてね。でも、もう少しだけ生きていたかった。
何やってんだ俺は。兄貴ん時みてえなことジュナさんには味わわせたくねえってずっと思ってたのによ。ただ償いに逃げたかったわけじゃ。守りたいという願いも彼女の本音だったんだ。そうだな。何しろ家族と聖教に帰依する人々を命を投げ打ってまで守ろうとしたんだ。まさしく信じる者を助け導かんとする者、聖教ではなく聖教信徒の守護者、真に教えを守りし者だ。信徒の方々の多くはきっと今後も彼女を聖女と呼び続けるような気がします。できれば生きて見届けてほしかったです。本当よね。頭でっかちで小理性で変人、でも誰かのために全てを捨てて献身的になれる人、汚れた一族の庭にたった一輪だけ咲いた光の花、そんなあなただから私は大好きだったのよ。託された使命を果たそう。ええ、そうね。こんな時泣いてるだけなんて私が私を許せないわ。姉さんが託してくれたものはルイの真実だけじゃない。聖教の信徒が推す候補者は王子殿下にあなたになったってことよ。確かにな。さすがに全員味方にはならんだろうな。それでもお主は間もなくルイに次ぐ第2位の座に躍り出るだろうな。レラ様に救ってもらったこの命、俺も最後まで燃やし尽くすつもりだ。やってやろうぜ。Lore da Silva. Foi ela que amaldiçoou o príncipe. それより聞いたか、王子、本物らしいじゃねえか。生き延びてたんだってな。王様の本当の子供がルイを撃つために表に出てきたってことだろ。面白い。これは押すしかないぜ。皆さん、しばしお耳をお貸ししていただきたい。実は我々は事前にことづてを預かっております。ルイ候補からの書簡です。正直これを皆さんに読み聞かせるべきなのか迷ったのですが、我ら工事人も
職責を果たそうということになりました。これが読まれているならば、レラは死に、王子を名乗る少年が勝ち残ったということだ。もはや玉座に手が届くだけの支持を得た者は私と少年だけであろう。他のすべての無名なる者よ、敗北を受け入れ矛を収めよ。無意味に噛みついてくれば無意味に命を散らすであろう。このルイか少年か、王冠を受けるのは二人に一人だ。俺、つまり果たし状って意味じゃないか。なれば前王の定めし期日を待つまでもない。どちらが王にふさわしいか白黒つけようではないか。来たる9月の24日私は王との大聖堂前にて一騎打ちを提案する。歌劇場で交わした戦いと同じく、獲物も頭数も好きにせよ。束ねる力もまた器、このルイがもろともに打ち砕いてみせよう。以上がルイ候補の所感となります。すっげえ、やっぱり決闘だ。ルイなんかが上に立ったら大変だ。王子様を応援するぞ。ルイ様が最強よ。自称王子なんで地祭りにあげちゃえばいいわ。ルイって人に勝ったら王様になれるの？王様か、うちの人が前に言ってたっけね。撃とうとすれば撃たれる覚悟も必要になる。玉座を狙ってる男に挑めば玉座への道を掌握されるってことかね。とにかく生きて戻りなよ。私らの望みはそれだけさ。バカな、レラミ、聖教ではなくあの小僧を立てる形で死ぬとは。あやつ、ここでは小心なふりをして初めから裏切る気だったのか。まだだ。腕利きを集め、レラのさらなる後釜として立候補。さて、今さら勝てる見込みはあるでしょうか。レラに勝るほどに人心をつかめる者などどなたかお心当たりが。聞けば総兵団長の義どもこの戦いから降りるとか。聖教から次の王を出す道はもはや断たれたのです。なら我々はこの先どうする？ルイと少年、どちらが勝っても我らの地位が崩されぬよう今のうちから手を打っておくべきでしょう。ルイが王座につくようなら地位どころか我らを処刑することもあり得る。泥臭くとも考えるのです。もとより醜悪な所業ばかりの我々でしょう。いいよる。だがその通りだ。最後まで生き残るための方策を。なるほどな。事情は分かった。ようやっと王子殿下を救えたのは大金星だが、運命ってのは甘くねえな。お前さん、もう大丈夫なのか？ええ、もう落ち着いたわ。ごめんなさい、嘘言った。けど、いつも通りで結構よ。託されたんだから。もう弱音なんて吐いてられないの。そうか、わかった。けどな、今すぐ殿下の居場所へ駆けつけるってのはよした方がいいな。ああ、ルイもそう呼んで目を光らせているだろう。ここはこらえて奴との対決に。もう先手を打たれたみてえだ。実はさっき例のバトリンって工事人が伝書の砦で急ぎの知らせをよこした。ルイのやつ、果たし状を叩きつけてきやがったらしい。9月24日王との大聖堂にて待つとさ。今度こそ大勢の見てる前で白黒つけようってか。向こうも準備してくんならいよいよ奥の手を出してきやがるかもな。奥の手？
ルイは人間をただぼさっと借り回ってるわけじゃねえ。やつらの力とか正体についてずっと研究を重ねてきた。こいつは噂だが、何か得体の知れないやべえ魔法を作り出したって話を聞いたことがある。得体の知れない魔法？眉唾って思ってたけどよ、実際てめえ自身がアーキタイプなんてもう得た今となっちゃ嘘とも言い切れねえ。確かにな、前の戦いでは手負いにした上に不意までついて、それでも紙一重だった。万全のルイに勝ったとは到底言えない。同じ相手と思っていたら負ける。厳しい戦いが続くが、気を引き締めていくぞ。ルイの指定した期日までまだ時間はある。抜かりなく準備しておこう。おお、いや、ああ、そうだな。すみません。じゃあ。おーどん。あのさ、comprovante de votação, eleições municipais 2024, segundo turno, data 27/10/2024. Ah, sumanai. Estou te. Hanaste o canal que世界中を旅して回る身だ。行方を見守っていれば何かつかめるかもしれないと思っていた。そうか、魔法学院かもってこと？弾圧で閉鎖されて雪に閉ざされたまんまの、誰も近寄らない学院、知識の殿堂。ああ、しかもそれだけじゃない。わずかだが記憶の奥底にあるんだ。僕はかつて魔法学院の設立に関わったことがある。それもう決まりなんじゃない？ところがだ、そう簡単でもないらしい。あそこで君らに何があったかは見ていた。氷のドラゴン、神器、聖女が人々に放った魔法、あれがもしすぐ近くで起きていたことなら、この僕が感じ取れなかったはずがない。しかし何の気配もなかった。まるで時が止まったように物音一つない、静寂のままだ。魔法学院とは別の場所かもってこと？別の場所というか、もしかすると僕は、僕がアーキタイプの解明に執着していること、君と出会ったこと、今この国で起きていること、もしかすると全てはつながっているのかもしれない。アーキタイプの追求こそが君に、そして僕にとっても、真実への道しる。Tô preguiça de buscar, mano. Pega pra mim lá. どの道君らも、あのルイを。Tô streamando, tá vendo não? これから一層力が物を言う場面が増えていくはずだ。引き続き協力は惜しまない。力の先で君らが成し遂げる理想を僕に見せてくれ。期待しているよ。Pega lá, mano. Pra mim. Pô. 神王が決する日にまた一日近づく。Nós na Game House.
ついに来たか。よし。それから。Não é possível que eu só tenha 10 dias de jogo, mano. Eu tenho que upar geral. Como é que eu vou upar? Tem que ter mais dias. Não é possível. Ai, 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 ai. Não é pra acabar aqui, mano. Tem que ter mais, não é possível. Preciso de mais tempo, mano. Tá estranho, tá estranho. Não tô gostando, não.
a esse bicho Shimenzar. O quê? Shimenzan. Tá me dando coragem, mano. A coragem já tá corajosa. Já tô corajoso. Mas teu perso não. Que é isso na minha tela, então? Hein? Sabe. Hein? Sabe. Ah. Será que esse calendário é falso, mano? Não vai até o mês 10. Don't worry about not completing everything when the game tells you the final battle approaches on 9/24. Então tá bom, então. Vocês estão falando isso aí, então.
tô com fome, mano. Preciso comer. I'm hungry. Isso que eu tô moscando. Tô abrindo o mapa, fechando o mapa, sei nem o que eu tô fazendo. Ba 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 ba.